大観覧車大観覧車は、オーストリアのウィーンのレオポルトスタット区の、プラーター公園にある観覧車。映画、第3の男に登場したことで知られる。イギリスの退役軍人ウォルター・ビー・バセットにより、1897年に建設された。バセットは、ヨーロッパに4機の観覧車を建設したが、この観覧車はそのうち現存する唯一のもので、年次的には、イギリスのロンドン、 ブラックプールに次ぐ3番目である。形状はかつてブラックプールに存在したものとほとんど同じである。バセットは翌年フランスパリに当時世界最大の観覧車、グランドルードパリを建設するが、グランドルードパリが撤去されてからは、このプラーター公園の大観覧車が現役世界最大となった。第二次世界大戦の戦火に焼かれ、戦後には撤去の声も上がったが、 30あった客車を15に減らして Y の負担を少なくすることで耐え抜き、1981年に神戸ポートピアランドに設置されたジャイアントホイールに抜かれるまで半世紀以上現役世界最大の座を保持し続けた。2017年2月13日放送の NHKE テレ旅するドイツ語番組内にて旅人の一人スザンネ・シェアマンによりゴンドラの定員は20名であり、 パーティーの開催も可能であることが明言された。なお、撮影当時のゴンドラ内は落書きでいっぱいであった。ありがとうございます。